小さな時から、ね、私たちはこちら側で訓練されてるんです。人間が優秀な機械やコンピューターのポジションを担わなければいけないというそういう時代がありました。さあ、それでは今回はですね、売れる売れない区別集の7番目ね、ということで、さあ、この言葉、乗っかるという言葉、そして乗せるという言葉、これは似て非なりでね。しかも売れていないヘボセールスマンは、はい、仕事というものに乗っかってます。そうではない、マスターセールスマンというのは仕事を自分の人生に乗せているんです。この違い分かりますかね。ここすごく大事なところですよ。人生そのものどうですか。あなたの人生、会社とか何かに乗っかってませんか。私はお金よしきという人生の上に、このソーシャルアライアンスという会社であったり、家族というものであったり、絵本作家というものであったり、そういったものを間違いなく乗せて生きてますね。ここの違いが大事なんです。乗っかっている人は自分の意思では降りられないんですよ。わかります。乗っかっちゃってますから。例えばバスや電車に乗っかっている時ですよ、ね、自分の意思で、動いている時に降りられますか。降りられないんですよ。バスや電車が止まってもらわないと。逆に自分が乗っけている場合には自分の意思で降ろすことができるじゃないですか。ここの違い。ただね、これはね、しょうがないんです。小さな時から、ね、私たちはこちら側で訓練されているんです。学校、ね、小学校、中学校、高校、例えばルールというものに従いなさい、ルールというものに従いなさい、根拠もなく従わされたことありませんか。根拠って何ですかね。根拠もなく、例えば規則だから守りなさい、規則だから守りなさい、髪の毛の長さ、服装、ね、パーマは禁止。なんで禁止なんですか。理由がちゃんとあるんだったらそこを確かめた方がいいですよね。理由に納得して、あ、なるほどと思って従うのと、理由もなく根拠もなく法則だから従いなさいってよくありませんでした。実際パーマと勉強の関係って何ですかね。パーマをかけた人はどんどんくるくるパーになっちゃうんですかね。あのパーマ液ってそういうものが入ってるとしたら、くるくる人をくるくるパーにさせるための、液体であるとしたら、それは危険ですよね。関係ないですよね。パーマかけても、ね、めちゃくちゃ成績優秀な人もいれば、ね、めちゃくちゃ金髪してるんだけどめちゃくちゃ勉強できる人とか、全然いると思うんですけど、根拠もなく従いなさい従いなさいね。まあ当時はですね、しょうがないんです。ルールに従う人間を作ることがある意味大きな目的でした。根拠よりもルールがあったら従ってくださいね。そうしないと多くの人をですね、一度に規則正しく動かしたりするなんていうことはできないわけなんです。ある意味人間が優秀な機械やコンピューターのポジションを担わなければいけないという、そういう時代がありました。その時代の教育としては、目的はそうなんですけれども、今の時代は残念ながらそこのポジションは本当に機械やコンピューターでいいわけなんです。ところが教育だけがそのまま残ってしまっているので、特に私たちは20世紀型と言われる教育を受けてきた人が今圧倒的に世の中に多いわけですから、何の、ね、問題も持たずにいろんなものに乗っかっている人、ただ会社に乗っかっている、ただビジネス、ね、ただ何かそこにあるルールに乗っかっている人、これがまずいわけなんです。特にセールスマンであるもの、ね、商売人の人、起業している人、いいですか。まず自分ありきです、ね、自分ありき、そして仕事でも家族でも、ね、夢でも乗っけてください。そのためには自分という人間の哲学が必要になってきます。自分の価値観です。企業で言えばそれが企業理念ということなんです。ただ理念を掲げているだけの人いませんか。ただ掲げ
味がないですね。自分のポリシー、まず理念ありき、この理念に基づいて、行動する。さあこちら方の人、売りを手放すことができる、ね、こちらの人、売りは手放せない、何でもいいから売りたい、ね、ノルマのために売る、自分の収入のために売る、ね、こちらの人たちが相手の人生のために私は商売をしている、ね、仮にだけれども私の商品じゃなくてもいい、ただあなたのその考え方は変えた方がいいですよ。あなたこの問題意識しっかり認識した方がいいですよ、ね、私の商品じゃなかったとしても似たような商品を使ってあなたの可能性、未来、選択肢増やしてみませんか。全然変わってきます。これが乗っかっている人生と乗せている人生の違いなんです。しっかりですね、まずは自分の哲学というものをね磨いてください。これに正解はありません。あなたはどんな人生を送りたいのか、ね、あるいは憧れのような人生ありますよね。いろんな人、小説の中の人でもいい、映画でもいい、架空でもいいんです。こんな生き方できたらいいなっていうね、その憧れを持って、自分の哲学みたいなものを磨いて、そこに大切な愛する人、家族、友人、仲間、そして仕事、それらを自分の人生に乗っけて一回きりの人生を大いにですね、挑戦していってください。ということでまた次回お会いしましょう。最後までご覧いただいてありがとうございます。他の動画もですね必ずご覧ください。それではチャンネル登録よろしくお願いします。